はい、皆様こんにちは。コミット TV ヤギでございます。金子でございます。本日は当店コミット銀座で保有しているアカシーデュエラをご紹介したいと思います。そしてこのアカシーデュエラを徹底解説ということで、はい、マーク1からマーク4まで全て揃っておりますので、細かく金子の方がご案内させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは早速このアカシードエラーについてお話ししていきたいと思うんですけれども、まずは基本情報から、はいはい、お願いします。はい、こちらのアカシードエラーになるんですけども、大体製造がですね1967年から1977年頃まで製造されておりました。なんでアカシードエラーかというとですね、ダイヤルの表記を見ていただきたいんですけども、シードエラーのロゴとサブマリーナ2000のロゴが赤い表記になっております。シードエラーとサブマリーナのロゴが2行赤くなっているため、ダブルレッドシードエラーとも呼ばれているモデルになります。1665のシードエラーの特徴としましては、ドーム型風防で、あとはサブマリーナよりもですねケースが厚くて厚い、はい、露骨なモデルとなっております。エスケープバルブを搭載しておりまして、はい、こちらは潜水調査会社のコメックス社と共同開発によって搭載されているモデルですね。はい、ダイヤルの種類、ダイヤルの種類、こちらはもう皆さんご存知だとは思うんですけども、はい、大きく分けて4種類に分類されております。マーク1からマーク4まで分類されておりまして、うん、裏蓋が非常に重要なポイントになってきまして、こちらの裏蓋の種類も大きく分けて3種類、はい、ケースの厚さが微妙に違うんですけど、ケースも、はい、2種類存在いたします。まあ、そういったところがね、マニア心をくすぐるというか、非常に魅力的なモデルとなっておりまして、そうですね、まあ、ちょうどコミットでストックしている在庫でマーク1からマーク4まで揃っておりますので、順に追ってね説明させていただきたいと思います。はい、まあ、今回この動画を見ていただければアカシードエラーについて、まあ、分かるかなというところで解説していきたいと思います。はい、それではまずはそうですね、マーク1、ね、マーク1からいきましょう。はい、マーク1がですね、製造でいうと大体1969年頃の製造が多いんですけども、うん、まあ、稀に1967年とかですね、うん、まあ、そういった個体も存在しております。なるほど。マーク1のダイヤルの特徴としまして、うん、サブマリーナの2000のロゴですね、シードエラーのロゴの下の表記ですね、はい、ここのロゴが大きいんですよね。はい、マーク2からマーク4と比べて、うん、サブマリーナ2000のロゴが大きくなっております。なるほど。はい、この赤い印字がですね、体色なのかピンク色に見えることから、うん、ピンクシードとも言われております。はい、確かにピンクっぽいですね。ちょっと薄いですね。そうなんです。はいはい、で周りはもう極端に少なくてですね、世界オークションに、うん、まあ、出品されるとですね、うん、もう数千万円、はい、まあ、1000万後半とはもう当たり前、まあ、2000万とか。じゃあこの今私が持っているのはめちゃくちゃレアということですね。そうですね。はい、であとですね、マーク1で欠かせないポイント、はい、この2点目なんです。2点目、裏蓋を見ていただきたいんですけども、裏蓋、はい、パテントペンディングっていう刻印が打たれています。うん、これもマーク1の特徴になりまして、うん、パテントペンディングはですね、エスケープバルブの特許を出願中ですよという意味を表しますね。まだでは特許を取ってなかったタイミングでつけてるっていう、はい、なるほど。ロレックスのロゴがストレート、これはもう絶対ですね。はい、ブレスの方もですね、特徴がございまして、エクステンションですね、こちらを広げるとこちらの方の刻印もパテントペンディングの刻印が入っております。結構見るべきポイントは多いですね。多いですね。はい、これが全部ちゃんと整合性が揃ってるってやつが高いっていうことなんですよね。そうですね。あとはもうやはりダイヤルのコンディション、ダイヤルコンディション、こちらが非常に重要なポイントとなっております。ちなみにこのコミットで保有しているマーク1は、ダイヤルコンディションはもう抜群に、抜群、はい、ありがとうございます。エアコンの連携のバランスも非常に良くてですね、なるほど、なかなか見れないことです。あのベゼルのですね、ロング5のマーク2がしっかり入ってまして、整合性も取れております。なるほど。はいはい、じゃあ続いてマーク2ですね、はい、行きたいと思います。マーク2がですね、大体製造期間でいうと1967年から1972年頃まで存在していたモデルになりまして、うん、ダイヤルのですね、王冠ロゴがですね、うん、ちょっとコロッとしておりまして、はい、かわいい王冠ロゴが特徴のモデルです。マーク2はですね、ダイヤルがブラウンに変化する
まあ、トロピカルと呼ばれてるんですけども、ブラックのもちろんダイヤルもあるんですけども、基本的に結構ダイヤルがトロピカル化している個体が多い印象ではありますね。かっこいいですよね、はい。まあ、コミットでもですね、直近でブラウンの靴販売に出してるんですけども、はい、ちょうどその時はね、ホームページに掲載できなかったんですけども、かなり綺麗ですね。あれかなりブラウンでしたね。あれも最高級のブラウンでしたね。ブラウンのグラデーションの入り方も個体によって差がありまして、自分好みのトロピカルを探すのも非常に苦労するとは思うんですけども、こちらもマニア心をくすぐるモデルとなっております。これはでもあれですよね、ブラウンになるっていうのは、まあ、一応経年変化、経年変化ですね、はい。綺麗にグラデーションしているブラウンダイヤルっていうのは評価が入ります。なるほど、なかなかこれもない個体ですね。はい、でこちらですね、赤い2行の表記なんですけど、はいはい、サブマリーナ2000のロゴがマーク1と比べてマーク2から小さくなります。マーク2から小さくなる、はい、はい、こちらも特徴の一つですね、はいはい。あとはですね、もちろん裏蓋もですね、はい、こちらロレックスのロゴはストレート。ストレート。まあ、一部ですね、マーク2にもマーク1に存在していたパテントペンギンの刻印もあるんですけども、ロレックスパテントに変わります。アカシードエラーですね、はい、裏蓋の内側、はい、内側、こちらも非常に重要なポイントがございまして、うんうん、基本的にですね、シリアルが裏蓋の内側に入っております。裏蓋の開けた内側にシリアルが刻印されている、はいはい。マーク2に関しましては下3桁が内側に入っております。裏蓋の製造された年ですね、こちらも刻印されているんですけども、はい、マーク2に関しましては67年4期、はい、であとはごく一部最後の方のマーク2にですね72年の1期、この2種類の裏蓋が存在しております。なるほど、はい、非常にですねマニアック、マニアックすぎますね、はい、これはねなかなか僕も勉強させていただきまして、これは難しい、やっと覚えてきたところです。しかももう個体が実際あんまりないわけじゃないですか、はい、ってなるとこれをじゃあ細かく解説するのって物が見れないですし、はい、ちょっと分かんないですよね、正直普通に言ったら、はい、そうですね、正直これはまあデータはあるんですけども、実際見てみないと面白いところがあるんですよ、まあ、こういったところの整合性っていうところが非常に重要なモデルでもあります。これをじゃあやっぱマーク2も非常にレア、レアです。マーク2もですね、やはりトロピカルになるとですね、基本的にもう800万円は超えてくる。なるほど、印象ではすごい価格ですね、はい、トロピカルっていう僕の中ではイメージ、イメージマーク2イコール、はい、まあ、ちょっとトロピカルっていうイメージがありますね。はい、はい、じゃあ続いてマーク3の方、はい、いきたいと思います。お願いします。マーク3はですね、生産期間でいうと大体1972年から74年頃、シリアルでいうと大体31番から37ぐらいまでですね、存在すると言われております。王冠のロゴがですね、マーク2と比べて大きくなっております。王冠のロゴですね、はい、でシャープなロゴに変わっております。なるほど、王冠のロゴの、まあ、手の部分はい、若干広がってるんですね。ほうほう、こういう感じ、こういう感じですね、はい、こういう感じです、こういう感じです、はい、こちらが、はい、ダイヤルの特徴になりまして、はいはい、あとは裏蓋の特徴になるんですけど、はいはい、裏蓋のですね、ロレックスのロゴはもうこれストレートのみです、はい、ロレックスパテントですね、こちらも変わらず、はい、これはマーク2と変わらないんですよね、はい、裏蓋って裏蓋の見た目という、はい、表上の見た目は変わらない内側ですね、開けたところですね、はい、またね、こちらの刻印も特徴がございまして、はい、マーク2に関しましては裏蓋の年代を表す刻印が67年の4期で、はい、僕一部に72年の1期が存在していたんですけども、こちらのマーク3は72年の1期のみとなっております。はい、本当細かいですね、非常に細かいですよ。あとはですね、先ほどシリアルのですね、下3桁が裏蓋の内側に入ってくるというお話もさせていただいたんですけども、このマーク3ですね、この途中からシリアル全桁に、はい、なるほど、全て入るんですね、はい、今までは下3桁だったんだけど全部入る、全部入ります。大体これがですね、355、356あたりで変わってくるとも言われてますね。なるほど、でちょうどこの個体がですね、シリアル357とかなんですよね、全、はい、桁に全桁入ってる、このモデルは全桁、はい、なるほど。だこれ裏蓋にじゃあ全部入ってないとかってなると、またちょっと話が変わってきたりする。まあそうですね、評価が全くなくなるっていうことでもないんですけども、どうしてもですね、整合性っていう意味では合わなくなってしまう。なるほど、はい、これマーク3もレアなんですか。マーク3もですね、意外とないんですよ。はい、コミットでもですね、直近で販売した実績はあるんですけども、なかなかお問い合わせをいただけない。なるほど、はい、これが
相場感的にはいくらぐらいの感じなんですか？マーク3になるとですね、やはり500万円台の半ばぐらいからスタートっていう印象ではあります。なるほど、はい、では最後にマーク4、こちらの紹介、はい、そして特徴をお願いします。はい、マーク4がですね、まず生産期間が1975年から最初の77年頃までの製造を行っています。出回り自体はですね、マークも極端に少ない、はい、マーク2、マーク3も少ない、はい、でマーク4の出回りはこの中では多い印象ではありますね、はい、で先ほどあのマーク3の王冠マーク、はい、手がはい、ね、ちょっと広がってるっていうお話をしたんですけどはい、はい、マーク4だとさらに広がります。ああ本当だ、はい、で王冠マークももっと大きくなるんですね。なるほど、非常に特徴的なダイヤルです。うん、はい、あとですね裏蓋ですね、はい、裏蓋の裏蓋、はい、もうシードエラって言ったら裏蓋なんですね。はい、裏蓋のロレックスのロゴが今までストレートだったんですけど、はいはい、マーク4もですねストレートロゴはあるんですけども、うんうん、最後の最後でラウンドロゴに切り替えます。こうやってぐるっとね、はい、で内側にはですね、はい、基本的にはシリアルが全景が入ってくる。裏蓋の年代の刻印に関しては72年ぐらいで終わってしまいますので、こちらは入っていない。なるほど、マーク4相場はですね、だいたい400半ばぐらいからスタートかなっていう印象です。なるほど、はい、ダイヤルのコンディションが良くて、パーツの整合性が取れてる個体というのは少ない印象になります。なるほど、はい、いやー、バカシデュラもここまで細かくいくとやっぱすごいですね。すごいですね。ちなみにこの次からですね、はい、バカシデュラはグレートホワイトって言われている白、はいはいはい、白シードって言われてるんですけども、ね、そちらの分類も非常に進んでおりまして、とにかく分類分類っていうもう一億、まあどのモデルもそうなんですけど、これ覚えられないですね。すごいですね。赤シードエラーはとにかく僕の中で無骨なイメージが非常に強くて、ドーム型の風貌と分厚いケースですね、はい、この2点がかなり魅力的ではないでしょうか。はい、ケース、ごめんなさい、さっき言ってた、まあ、2種類に分けられるっていうのは、はい、これ大体どのぐらいの年代で分けられるんですか？ケースは大体72年ぐらいですね。そうするとマーク3、マーク2の最後のぐらいからケースの厚さが変わってきて、ちょっと厚くなってくるってことですね。ちょうどですね、こちらのマーク2に関しましては 5mm のちょっと薄い新ケースって言われているタイプです、はい、でこちらのマーク3に関しては 6mm のケースが分厚くなったケースになりますので、それで見比べるとですね、ケースの厚さも確かに、あとよく見るとエスケープバルブの位置もですね、ちょっと分厚くなって下に位置してきたりとか。なるほど、そういった仕様の変更、細かい仕様変化あります。はい、でマーク1が一番ちょっと細いというか、マーク1とマーク2に関しましては薄いケースが存在して、マーク2に関しては2種類、薄いケースと厚いケースが存在するという、かなり入り混じっております。入り混じりますね本当、なんかこう両方あるパターン結構大変ですね。そうなんですよ、はい、まあ、皆さんこれね、ちょっと見ていただいて、今回アカシデュエラね、興味に持っていただけたら非常に嬉しいんですけれども、はい、まあ、何せ出前が少ないそうですね、なんせただ欲しいと言ってもなかなか出てこない個体ではありますので、一応これからですね、はい、マーク4がですね入荷する予定がございます。なるほど、はい、まあちょっとこのね、編集やってる間にね、出てきてしまうかもしれないんですけれども、はい、まあ、もしね動画見た後にマークを出た場合にはですね、ぜひ注目していただきたいですね、はい、皆様どうですか、今回お分かりになりましたでしょうか。まあ、私はかなり難しかったなと思うんでちょっともう一回勉強させていただきたいかな、ね、何かね分からないことがございましたら、はい、ぜひお問い合わせください。そうですね、はい、もしねお持ちのお客様でね、ご売却検討されてる方いらっしゃいましたらね、ぜひともご連絡いただきたいですし、はい、購入検討のお客様も先ほど申し上げたように入荷がねこうたまに入ってくる部分がありますので、ぜひね新着ラインチェックしていただければと思います、はい、このマーク1ですね、はい、非常に激レアモデルもコミットで一応ストックしておりますので、はい、まあ、運が良ければ見れる、並べてることもあるので確かにそうですね、見れるかもしれません。はい、パッと見てね、すぐ「あ、マーク1だ」ってなかなかね気づくの難しいかもしれないんですけど、そうですね、はい、ぜひコミット銀座に遊びに来ていただいたら、アカシエデラもですね注目して、はい、見ていただければと思います。ということでね、今回もかなりマニアックな内容で、ね、そうです今回はかなりマニアックです、そうですね、はい、お伝えさせていただきました。今後もですね、このような形でヴィンテージロレックスの、まあ、いろんなディティールの違いだったりとか、モデルごとのですね特徴、このあたりも金子と一緒にですね配信、はい、していきたいと思いますので、ぜひ皆様こちらも注目していただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。